せーの、 D テクノ、こっちも任せとけばいい。マーベラス、つまりスーパーカウンターを追い求める。おかえり。もう来ないかと思ってたけど、明日も来ればいいんじゃない？さあ、また島松やっていきたいと思うんですけどもあ、今日は3日目でございます。また儲かったじゃん。で、少し裏で進めまして、ストーリーがちょっとね、進んでしまったんで、取りこぼしのねストーリー、どれだっけ、これだっけな。まあ十四末まで見たから、麻雀会の時の。マジかよ。いいか。頼むわ。それじゃ。はい、せーの。来た。あれじゃ。うわ。バカかお前バカ。何どうした。池に沈めたのか。まさかだね。だね。なんだよ。やめるんだ。何かがあったけど言えない、何かがある。やめよう、危険な匂いしか。はあ、ダメ。残念だったね。いや、ちょっ数日後で、話あんだけど。え、ああ、降りてくる、降りてくる。なんで。ちょっといい。いや、何。どうしよっか。これ騙されてない。消える。あ、あれ見て。あ、ここで嫌味が登場と。ね、あれそうなの。あれ、まったくバカなムツゴたちは。いいざんすか。要は大事なことはこれざんす。無限の富と幸運。本当に。なぜだ。ほれ。絶対おそんくさ。
楽しかったね。言葉を返してで、一応キャラクターのキャラクターというかこのレベルがね、ベストカラゲニストがレベル12になります。10超えたので新しくこのスロットが出てきました。でこのスロットは、ミッションを遂行することでもらえるポイントで回すことができて、エスニャン、今日はまあエスニャンと作物を収穫と牛乳を4個収穫でクリアなんですけど、エスニャンがなかなか来ない、なかなかやってこないんです、エスニャンが。あとそうだそうだ、家もちょっと強化されて、でこの出てみようかな、次回、この今着てるこの牛のパーカー、これは、事前登録で、1人以上招待をした場合にもらうことができる衣装で、やっとこれ引き取れたんで、何どうし、一番早いのは僕たちのどこがダメなのかな。で基本はね、ようやく分かってきて、収穫とかして集めつつ、こうキャラクターのね、こう選んであげると。か、このにゃんこ池の方で、こう話しかけて、あっ、これのまだないんだよな。青と緑の違いがあるはず。多分ストーリー解放の意味があるのかな。ちょっと収穫しよう先に。よし。で、ここがトウキビで、ちょっと人参を増やそう。人参の人参のポイントがあったんで。でこれがこんな感じにして、なんかできそうな気がする。ゆっくりしてけよバル。しょうがないな。これでしょ、これも見てみよう。やばいよ、俺また儲かったじゃん。てやんでバル、ちょっと取っていいよ。くしゃみしてる。わかりづらい。見て、やばいよ俺。僕たちのどこがダメなのかな。ははあと、また儲かったじゃん。人参、ゆっくりしてけよ。あと、いや、あ、これでまず一つ目標は達成と。ちょっとね、これの溜まるスピードが速いのね。小麦速いんだよね。卵でしょ。あ、まだ大丈夫か。あ、いったい。とほら、これとこれとこれ。あ、何どうした。どうもチョロマツです。よし、こんなところかな。あ、卵のあれがない。あ、
新しいお願い。はあ。あ、ゴミ箱投げちゃった。ああ。ごめん、投げちゃった。ゆっくりしてけよ。いや、ごめんね、おそます兄さん。まだ開かないチビタのおでん。どうも、チョロマツです。まだなのか。よし、クリスタル7個。いやー、7個どうだ。これは今夜も忙しくなるぞ、こんちき。なかなかいい面持ってんじゃね。しょうがねえ。ちょっと待って。おっと、はあ、多分何こんな。すげえ可愛くね。エスニアン来ないかな。無理無理無理、人に注目されたくないんだから。7個だったら解放しようかな。ん、なんだ、ふんかふんかしてるよ。これは何。はい、ジューシーです。なんだこれは。ランダム要素かな。わからん。あと販売所がね、いくつかフォロワーさんができたもので、おお、買っていただけた。うん、何行こうかな。これとかいいかな。これを切りのいい20で。あとはなんだ。今すぐ使わないもの、これとかかな。70だとちょっと高いな。50ぐらいで。ちょっとハタボの見てみよう。ハタボ大抵安い、全部1なんでね。よしよしよし。さあ、いろんな刀見ていきましょう。なんか掘り出し物があるかもしれない。もらえるものはもらおう。なんかあるかな。うん、こんなところかな。あ、しまった、旗子のとこ行っちゃった。まあ、でもこれ戻れないね、どうしても。これで戻れるはず。よし、やってみるか。旗儲かったじゃん。で、戻ってきて、ストーリーをクリアしたのと、ログインボーナスで。確かチョロマツ兄さんのがもらえたはず。仕事っていいね。あ、何、どうした。アルファシャツだと何だろう、ここが確か違ったはず。スキルが確かこれか。アイテムが表示されている振り出しのお願い、達成時の獲得経験値が 6%。 はあ、ははあ、これは多分同じのはず。うん、同じ同じ。ちなみにモーモーパーカーの方で名前そうだったんだ。
レベルアップまでの強化回数1、他プレイヤーの島で獲得できるコイン、フレンドコインがアップすると。スキルレベルが上がらないんだよな。どうやって上げるんだっけどうやってスキルレベル上げるんだっけ。どうもチョロ、こんな可愛いのに。オーケー、あ、まずい。また儲かったじゃん。サイロがいっぱいになってしまうこれはしゃあない。ちょっと売りに出そう。ちょっと安く売ろう。こんなところ。出したもん少ないかな。あとまた卵できてる。何してんの？また増えた。よしよし。また儲かったじゃん。可愛くね。もう。いけるね。すげー、パーフェクト。よしよし。で、あと1、もう1個か。卵だよな。卵だもんな。おそらくチビタのおでんだよな。ちょっとこれ解放するしかないのか。ああ、俺はこのまま死ぬのか。ティアニバロツキショー。あと2時間、よし解放しよう。ティアニバロツキショー。ティアニバロツキショー。ティアニバロツキショー。チビタ TBC 言いすぎ。これ一発じ。おでんおかわり。おいしい。よく言うぜ。ごちそうさま。また食べに来て。じゃあな。まちゃがり。看病は俺に任せな、ブラザー。よし。あ、ティアニバロツキショー。で、解放しよう。ちょっと1個だけすぐに。あ、違った、2個やっちゃった。あもったいね。いいや。どうもチョロマツです。何してんの。んじゃあ早速一つ相談がある。ん、あれ、あ、受け取れなかった。ティアニバロチキショ。看病は俺に任せな、ブラザー。サンシャイン。お、浴びている俺。よし、これ OK。 あ、重視マスター。あー、ミルクね。早速。何してんの。ワンアウト、ツーアウト、スリーアウト。あげよう。チェンジ、チェンジ。3回クリアでチャレンジ報酬。また儲かったじゃん。あれ、あ、何してんの。ね、おお、なこれ、豆腐、豆の匠で作れる。まだないよな。あ、あるか。何してんの。あるか。まだ立ててないやつか。これか、これか。うわー、でもちょっとな、
コインがコインがちょっと少ないからな。このカラマツが口説いてやろう。報酬達成と。しょうがないな。無理無理無理。人に注目。あとそういえばガチャがね、ガチャもしてな、あのあんましてなかったんで、フレンドガチャやってみたいと思います。まずは。10連かなこれ。いいの？野放しにして。レベルアップ。世の中で一番クレーパーカーだ。目指してるから。よし、左よし、前はよし。青スーツね。青スーツ。いいの？野放しにして。あ、これ新品だ。世の中の幸せ全部抹消。童貞自警団新品ブラザーズ。来たかカラマツカールス。これはつなぎだ。おはよう、ロック、サンノー、ゲットー。おー。またつなぎだ。つなぎじゃない。年間ホームラン20本は硬いよ。パーカーだった。はあ。こんな感じ。ふんふんふん。なるほどね。あとはこれも出したいんだよな。出したいんだけどダイヤがもったいないからな。とりあえず一回だけ引いてみよう。これで運よく出てくれれば。なんか、この探検隊が結構、スキルがいいらしい。ので。なんかボロボロだけど。それ来たか。よく見てよね、覚醒。もーっと可愛くなっちゃった。脱げちゃったトッティ。ストーリーもあるんですよねこれ。じゃあもう一回、次こそは探検隊来い。あ、うん、俺の出番かな。選抜だった。よーし、早速着替えよう。しょうがないな。どうした？トッティは、僕たちをどうしたいの？やっぱ胸隠すのね。あと、カラマツ兄さん。あ、おそばす兄さんもか。新品。全裸で映り込む新品のおそば。世の中で一番のニート目指してるから。これは顔見えるように戻しとこう。本気を出すか。よし、こんなところか。僕たちのどこがダメなのかな。スキル見てみよう。ネキ、トッティのスキルをちょっと使わせてもらって。トッティのスキルが 6% アップね。あー、つなぎだと 3% アップの。はあ。あ、0.5% アップね。微妙、微妙。スキルレベルアップしてるんだけど。1と3、あ、0.5 ずつアップするのね。やっぱり。
ちょっと微妙。俺の出番かな。無理無理。撮ってるだけ、ちょっと裸だけど、ほとんど。どうもチョロ松です。まあこんな感じでやっていきますと、またちょっとフレンド ID を最初最後募集泣き出しね。はい、もう一回出しときますもう一回出しときます。まあ前回のものを出したんですけどね、今回ももう一回出しときますと。一時停止推奨でございます。というわけで今日は今回はこんなところで。